ビーズも進化してるな。どう思うじゃん。思うじゃん。なんかこれでアーマー3みたいなゲームやりたいね。これで、確かに。もっとガンガン倒し合いしたいですね。うん。アーマー2だとこんな感じのグラフィックじゃないしね。アーマー2やったことないんですよね。持ってないから。アーマー2はもうかなり前のゲームだからさ。かなりポリゴンしてるけど。このちょっと重厚感のある感じで、そうですね、戦闘してみたいよね。なんだかんだアーマ3もさ、サクッとやるには面白いゲームといえば面白いゲームだよね。ああ、でもミッション探すのが大変ですよね。ああ、なんかバトルフィールドみたいな手軽な感じでやりたいな、この、そうですね、このグラフィックで、このグラフィックとこの動きでなんかちょっとそうしづらい感の状態で、珍しいタイプではありますよね。そしたら、なんだこのもっさりしたゲームはって批判受けそうだけどFPS に慣れてる人はそう思うだろうな。で、向こう側見てきます。はい、一応人いるから気をつけた方がいいよね。警戒しないと。うん、物はないね。あ、さられてますね。うん。完全に。これだったら監獄島のがあるよ。何にもない。そっち向かいます。どうします？スルーします？ミリアリーベース。なんか見てもなーって感じはしますね。まあ欲しい武器がどれかに絞られてればね。いい武器、この武器が欲しいんだよねって思ってれば探す気になるけどさ。今んとこないですからね。こっち閉まってる。それは中にいるやつが閉めたんだよ。中はいなさそうかな。ターゲットが入ってきました。ゾンビの声がします。何にもありません。ゾンビを仕留めます。 OK。 あれ、ここもあれだな、やっぱラグいな。まあどこもラグいのかな。 OK。 ほんとラグいですね。キャラの動きが半端ない。日本の一期一会とか軽いのかな。どうなんだろう。早く軽くなってほしいもんだね。そうですね。とにかく重い。でっかい木だな、これ。でかいですね。お、しかもベンチがある。ベンチ。この辺にも多分車あるんじゃないかな。ないかな。あったっけな。ゾンビならよくいるけど、ゾンビに乗っていけばいいんじゃないかな、馬みたいに。ゾンビの声がした。あ、どっちに向かってる？新さんだな、これは。お、来ました、ゾンビ来ました。チャンネル登録お願いします。いつも見てます。お、北からも走ってきた。あれ、ラグいラグいラグいな。苦戦してる。ラグいラグい。あれ、倒したか。倒した、やっと倒した。なんか今入ってるサーバーとかさっき入ったサーバーとかってさ、はいはい、前まで軽かったサーバーだからフェイバリットに入れてるんだよね。ああ、俺も軽かったからさっきも入れたんですよね。なんだろうね、俺はほら引っ越したからさ、まださ、なんか回線がっていうのはわかるけど、ああ、鈴尾さんは引っ越したりとかしてないのに同じ回線で重いんだもんね。そうですね。あれ、今どこにいる？もう走ってる。今井戸のとこにいます。実際の目の前あたりかな。もう先に行ってしまったのかと思ったよ。境界付近にいますよ。実際がドラゴンボールのような動きをしている。境界付近です。境界付近、境界の裏、こっち正面の道路付近ですね。オッケー。ああ、なんだこれ、すごいラグい。いたいた。やばい。ん？どうしたどうした。俺が吐きそう。吐いた。なんか吐きながら走ってますけど。なので何これ、吐きながらうえーって言いながら吐いちゃった。皆さん喉大丈夫ですか？乾き喉はちょっと乾いてるね。井戸どこ？井戸、この白い家の裏あたりですかね。お、あった。水筒とペットボトルって、水筒の方が量入りましたよね、前まで。入るんじゃないの？今ペットボトルの方が上なんですよ。へえ、バグなのかわかんないけど。あれ、ユーズザポンプ、ユーズザポンプで組むのか。変わったんだね。変わりましたね、これも。地味に変わってるんだね、いろいろ。変わってますよね。焚き火もそうだし。オッケー。オッケー？オッケーだけども、この辺かまでかな。ああ、そうですね。うん。ちょっとどっかの家に入って、一応。俺はこの家で落ちるぜ。